吉田文雄首相は17日の衆議院決算行政監視委員会で自民党派閥の裏金事件への対応をめぐり党所属の国会議員や地方議員から対人論が出ていることについてさまざまな声が党の内外からあることは謙虚に受け止めなければならないそうした声をしっかり受け止めながら自分自身としてどうあるべきなのか どういった責任を果たしていくべきなのかしっかり考えていきたいと述べた自民麻生派の斎藤裕明衆院議員新潟3区は16日の自らの政治資金パーティーで首相の退陣を念頭にこういう状況に至った責任は最終的に誰かが取らなければならないなどと言及4日にも当横浜市連の佐藤茂会長が 総裁自ら身を引く決断をしていただきたいと公然と退陣を求めたこれを受けて立憲民主党の青柳陽一郎氏が退陣論が多数あるもう政権末期ではないかと質問したことに答えた首相は命や暮らしを守るために経済をはじめさまざまな政治課題にしっかりと結果を出してもらいたいという声にも応えていかなければならないと語った 日本維新の会が強く求めている調査研究広報、滞在費、旧文書通信交通滞在費の今国会中の見直しに関しても国会での取り組みが今進められている最中でこの時点で具体的な日程等に触れることは控えなければならないなどと繰り返し明言を避けた維新は政治資金規正法改正案に対し 衆院では賛成したが参院採決では一転して反対する方針を固めた参院での首相問責決議案の提出も検討する首相は政治資金規正法の改正をめぐる政策活動費の領収書公開などの制度づくりについて施行期日の2026年1月1日に間に合うように制度の詳細な結論を得るため しっかり検討協議をしていくと明言した。政治資金を監査する第三者機関については、どのような役割を与えるかなどの議論が必要として、可能な限り早期に設置できる、要は努力することは当然だと述べるにとどめた。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。責任の果たし方を考えるなどの言葉をこの人が発するときに考えた結論は、 自分重視の結論になることが常であった今回も同じであろうしそもそも考えることは責任の果たし方というより自分が総理であることによる日本国民へのマイナス効果の方だと思うすでに国民の多くから見放され重鎮からも見放されるようでは日本にとっても自民党にとってもマイナスしかないということを認識してもらいたい岸田総理は 選挙が戦えないから退陣をという報道がされることがよくあるが選挙が戦える戦えないは自民内の問題で国民にとってはどうでもいいことむしろ選挙が戦えない岸だが一人で辞めるのではなく自民党を道連れにして解体してくれた方がいい国民にとって重要なのは選挙の勝ち負けではない総理には 国民のための正しい政治を牽引するリーダーになってほしい。そういう観点で見てほしい。ただ、いずれの観点であっても、岸田は9月などと言わず、即退陣するべきです。辞めない岸田は情けないが、辞めさせられない自民党議員も同じくらい情けない。命や暮らしを守るために経済を、はじめ様々な政治課題にしっかりと結果を出して、 もらいたいという声にも応えていかなければならない。国民側からすればそんな声もありませんよ。あったとしても利権をむさぼるごく一部の人だけです。この上はさっさと衆院解散して国民の審判を受けるのが国民の声に応えることになります。国民の命や暮らしを守っていく何時も言葉ではたくましいし頼りがいがあるが蓋を開けてみると 国民の嫌がることばかり真逆のことを行う。多分この人悪気はなく、一体なぜ国民が怒り同業者の野党や自身の党内からも不満が続出しているのか理解できていないのだと思う。そのことを言い出すわけにもいかずとりあえず反省をしたり考慮しているふりをする。そしてじっとして嵐や強風が去るのを亀のように首をすくめ、ただ待つのみ。 またある程度字が立つと息子の翔太郎を秘書官に戻したように何事もなかったかのように振る舞うその無責任さと非常識さは政治家というより一人の人間として明らかにおかしいただ祖父の時代から金に困ったこともひどい扱いを受けたこともなく世の中や世間の厳しさも知らずそれは海外に対しても同じでとりあえず自身の存在感を増すために血税をばらまく だから、世襲をイギリスのように禁じ、志のある者が政治を行うべきだ。私の地元の衆議院議員、自民党は、初位裏金議員ですが、発覚以降、SNS 等を更新せず沈黙を貫いています。それに加え、自民党所属の地方議員も裏金の件に一切触れることはありませんでした。肩や岸田総理、たびたび、 責任に言及されていますが政治資金規正法改正の中身は中途半端発覚した事象に対する再発防止をロジカルに説明することもできないさらには一部派閥の事案であるとして総裁としての責任を逃れる発言多数そして他の自民党所属議員も裏では威勢よく対人論を語るものの表立っては動かない始末 自民党にはは責任を語る資格はないと考えます。せめて今度ばかりは解散の決断を求めたい。とはいえ、政権を失うことを避けての内閣総辞職が、関の山でしょうね。ただそれは、国民の大多数の意思とは異なるので、自民党の支持率回復に大きく寄与することはないでしょう。国民はそんん。なにバカじゃありません 責任の果たし方ではなく責任の取り方を考えるべきだと思います。10人以上大臣や三役が辞任した任命責任、自民党議員が何人も逮捕された責任、裏金事件の責任。25ヶ月連続実質賃金低下の責任等々責任を取らないといけないことは山ほどあります。上記の一つだけでも大臣に値する優々式。 ことなのに憲法処分さえ申し出ず、議員報酬増法案まで速攻で投資始末。これで、誰が真摯に重く、責任を受け止めていると認めるだろうか。それだから時事通信調査の支持率は20%を切り、車座対話では、地方の自民党員から退陣要請が出るのだと思う。マイナ保険証一体化、子育て支援策、政治資金規正制法改正案いずれも、 国民の信を問うべき案件で、支持率20%切りの内閣や政党が強行採決して良いことではない。大多数の国民の反対を無視して強行採決することだけでも、国民の負託を受ける資格はなく、今国会終了後、速やかに国民の信を問うべきだと思います。前の人間たちみたいに、とことん嫌われて公認に託した方が、傷が浅いって、 いつもの自民のの民手なのでしょうか今回はそんなこと許されない庶民に大増税国民の大切な税金を海外ばらまき裏金作っても逮捕納税もしないこれらを改めるまで落選は続くと言われています内閣総理大臣発の落選も現実味を帯びてきました国民の合言葉とも言われています